クローディエ・ニュレ・クローディエ・ニュレは、ソウヌイコール・エイコール・ロア・アル・ケンルイコール・クルーゾ、出身の医者、政治家、宇宙飛行士である。1985年から1999年まで、フランス国立宇宙研究センター、1999年から2002年まで、欧州宇宙機関で勤めた。ソユーズ TM-24, ソユーズ TM-23, ソユーズ TM-33。 ソユーズ TM-32 に登場し、25日と14時間22分宇宙に滞在した。エニュレは、フランスで生まれ、ファクルトでメドシンと、ファクルトでサイエンシズで医学を学んだ。彼女は、その後、生物学、スポーツ医学、航空学、宇宙医学、リウマチ学を修了した。1986年に、バイオメカニクスと生理学の学位を取得した。 1992年には神経科学の論文で博士号を取得した。エニュレは将来の夫となるジャンピエール・エニュレが参加した1993年のミールのミッションでバックアップクルーとなった。2001年にジャンクロード・メルランが発見した小惑星エニュレは彼ら二人の名誉から名付けられた。エニュレは1996年にロシアとフランスが合同で行った カシオペア計画の一環として16日間ミールを訪れた。2001年アンドロメダ計画の一環としてエニュレはヨーロッパの女性として初めて国際宇宙ステーションを訪れた。2002年6月18日に宇宙飛行士を引退した。宇宙飛行士引退後エニュレはフランスの政界に進出しジャンピエール・ラハラン内閣で ヨーロピアンアフェアーズとリサーチニューテクノロジーズの大臣を務めた。ありがとうございます。